こんにちは、ミニマリスト沙織です。今日はですね、私がやってるメイクについて動画を撮っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見てください。まず、そう、以前ですね、ポーチの中身をご紹介したんですけれども、ポーチを買いました。こちらの無印良品のポーチになります。すごくコンパクトで、まあ、薄くはないんですけど、まあ、コンパクトなので十分ですね。これで私は中身はこちらが無印の鏡です。あと目薬です。あとは前、紹介したエクセルのアイシャドウとセザンヌチークも使ってます。こちらは、ナチュラルです。05番です。でリップが、なんて読むんですかこれ、オペラのリップになります。色番号が、コーラルレッドです。07番です。では早速メイクをしていきたいと思います。まずいつもですね、こちらの日焼け止めミルクを使っています。無印ですね。これをワンプッシュほど出して、このように5点に置いて、余ったのは首、耳後ろなどなど伸ばしていきます。で、あとは本当に伸ばすだけです。一応こうなんかリフトアップをイメージしながら伸ばしていきます。伸ばしたらですね、次にアイシャドウを塗ります。アイシャドウは一番明るい色を指でのせて、まぶた全体に塗っていきます。次は明るい、そのもう一つ横のですね、こちらを中指でのせます。ここはアイホールですね。アイホールのところにのせます。そしたらチップです。で、これですね、こちらの濃い方じゃない方ですね、取って、チップに取って二重幅のところに塗ります。はい、そしたらですね、チークを付属のハケがあるので、これを使ってちょっと手の甲で一回払ってから、私はちょっと上目にのせます。こう横に伸ばす感じでのせます。そして最後にこちらのオペラのリップを、コーラルレッドですね。色味はこんな感じです。見えるか、手にのせると、やだやだ、こんな感じ。
すごい、ツヤがあってクロスいらないですね。これだけでツヤも出るし発色も綺麗なので、これで私のメイクは終わります。アイラインや眉毛も描かなくなりましたね。眉毛はもともと結構ある方なので、これを生かしたままで、特に描くこともないんですけど、これが私の普段やっているメイクです。このチャンネルではミニマリストになりたい方だったりとか、もうすでにミニマリストの方だったりとかに見ていただけると嬉しいです。あと無印がすごく好きなので、無印大好きな方にも見てほしいです。ということで、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ミニマリストサオリでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。